続いては愛車紹介のコーナーです、はい、今日はアグリさんの車を見せていただけるということでよろしくお願いします。アグリさん、はい、マイカーマイカー、はい、マイカー紹介してください。これはなんか普通のレジェンドです。ああかっこよー。ホンダのね。はい。いやでもホンダかっこいいですよねこれ。僕大好きでこの車。はい、で、まあ、この色もいいのと、まあ、内装もちょっとこうアメリカンっぽくてこの、うん、おしゃれ。ね。おしゃれ。だアメリカのちょっとなんかねちょっとアッパーの皆さんがね、はいはいはい、奥様が美人の奥さんが。確かに確かに。なんか乗ってそうですよね。うん、この車でもあの四駆なんですよ。うん、あの前がFF で。後ろがモーター の, あーあの後ろがモーター NSX あるじゃないですか、はい、あれの逆なんだよね。このシステムを NSX が取り入れて作った、うんうん、あそうなんですか。あとねホイールがね、うん、これはもうねあのもう全部ワンオフで削り出しで作ったホイールです。これ何何、うん、どういうそう本当もうこれあの世界に1個しかこれだから世界に機械でガーってデザインをしてマシニングで作ったホイール。何気ないこの、ね、レジェンドにこういうなんか凝ったホイールを履いてるってことですね。削り出しだから4本でいくらすると思う？いくら高いんですか？分からない。お金払ってないし。出たお金払ってない。またバカなこと言ってましたよね。それお金払ってない。通常で、うん、通常で1本60万ぐらい。出た。え？削り出しは。あのだからこういうアルミの1個のブロックから機械でずっとあのうちのスポンサーさんでワークっていう会社あのレースのホイール作ってるのと同じ作り方で作ってもらって、はいはい、で自分の好きなようにデザインして、じゃあこれホイール僕今日持って帰りますすぐバレるていうかホイールって何か変えたら走りに影響するんですか？やっぱ軽くなるとか、うん、まあでもデザインが大きいけどね、うん、今のホイール悪いのはないんだけれどもやっぱデザインでやっぱり世界に1個しかないからこのデザインでこのホイールは作ってもらってすごくない？かっこいい、なかなかやんないよ。やらないですよね。削り出しで1台分しか作んないんだよ、うん、だからねまだマシンの目があるよね。そうそう、あの機械で削った目がありますよね。めっちゃ綺麗、すげえ綺麗。だからアグリさんらしいね、うん、確かに。本当の車ってどうですか？素晴らしいですね、うん、特に僕この車はハイブリッドで、モーターとエンジンで大体410馬力ぐらいなんですけど、うん、すごく速い、あの軽いし、うんうん、乗り心地すごくいいです。リッターどれぐらい走るんですか？リッター11ぐらいですね。あまあまあね、あの立派だよ。立派だ。ちょっと乗ってみたいですよね。アクセルグッと踏んでもらってもいいし、すごい軽いですよこの車。本当だ喜んでる。2個以上あるのに喜んでる。そうか、いつもアグリさんが こういうなんかジェントルマンの車に乗って、うん、横の女の子のスカートも触ってですね、スカートの太ももすぎる。いやらしい男だな。いやばすぎる。これでね、これ乗ってあれですよ。いやでもこれ最初までうろうろしてるんですよ。うろうろしてないんだけど。いやー、なんかいろいろ失敗したことありますよ。なんかあの女の子のこう目を描く鉛筆みたいなのあるじゃないですか、はいはい、落っこってて、うん、うちの奥さんの時落ちてるぞって言ったら私のじゃないわよってもうそういう時はね、もうね黙って隠さなきゃいけない。もうそれからもう捨てることにしました、うん、正解正解みたいな。うん、それでさ、うん、女が多分わざと落としてる。わざとそうですね、絶対そう、ね、絶対わざと足跡を残したいわけよ。そうだね、絶対そう。なんとか私は今日いたのよ。そう今日私はアグリに抱かれたのよと。やめてください、ね、放送できない。放送できない。なんかちょっともう一個だけ言っていいですか？あと眉のペンシル落としたっていうのが多分ミソなんですよ。眉毛のペンシル落としたってことは、うん、ここで眉毛を描くような一回何か落としたんだなって思わせるから。だって普通さ、なんだったら、うん、関係ない人の前で化粧しないもんね。はい、しない。てかそのリップクリームとかだったら普通の日常生活で取れるけど、眉を落とすって、うん、ってことはじゃあ絶対一回全部は落としたじゃんって話なんですよ。なるほど。やっぱ女の子は深いね、考えることが。あとこの前あるんですよ、アグリさん、ここであのブラジャーも落としてますからね。ブラジャーアウトでしょ。それ意味わかんない。ブラジャーもパンティもみんな落としちゃったんですよ。さすがにお前のだろうって聞けませんよ、これ。本当。でもなんかスムーズですね、これ本当に。いや、トルクある。トルクあるのと、あと
やっぱりホンダの車だから足回りはちゃんとしてますね、うん、あの硬いというか。そうですよね、しっかりしてるし。いやこれさ、正直言ってあのそんなに人気ある車じゃない、車じゃないから、うん、あまり俺注目してなかったんだけども、うん、いいですね。すごくいいんですよ、僕すごく気に入ってるよ、ね、本当いいよね、うん、パワーあるし、うん、これあれかな、俺もちょっと狙い目だな、乗るといいよ。いや、この車すごく狙い目だと思いますね、うん、これね、1個前のやつとこれとほとんど変わってないんだけど、うん、足回りがすごく良くなった。足回りは全然違いますよ、これ、うんうん、分かる分かる。そう、後期型の方がね、しっとりしてる。やっぱ大人だな、うん、もう僕ね、20年ぐらいかな、うん、ホンダ以外の車乗ったことないですもん、すごくこの車いいから、うん、まあ別にこれでいいやって思っちゃう、うん、いいよね、早いし。いや全然いいよこれ、これめっちゃかっこいいですこの車、うん、この四駆のシステムはいいよ。いいよね、うん、よくできてる。これ内装も通常のものですか。もうぜ、あのね、このレジェンドとかに一種類しかない。あ、へえ。あの仕様は、色は違うのは選べる。めちゃくちゃおしゃれじゃないですか、中白いいですよね、うん、ああ超かっこいい、これ綺麗綺麗。トルクあるね、うん、あるある。ちょっと前に車があるから、うん、あんまり出せないんだけど、ちょっと高速だともう少しで行きたくなる。行きたくなりますね。車軽いですよこれ。軽いですね、軽く感じるでしょ、うん、乗ってて。あと今踏み込んだ時もあんまり音が聞こえがないからいいな、うん。この前ね、うん、俺の友達が運転してて、阿部さん、メーター壊れてんだよねこれねって、俺は気づいたんだけどって、あのタコメーター壊れてるから買いといた方がいいよって、うん、ハイブリッドだからってエンジン止まるんですよだから、うん、だ今ね、はい、そうそう、モーターだけで転がしてるから。阿部さんの車はメーター壊れてますよ、壊れてないんだよ、ね、壊れてねって、今時の車だって確かに中も広いし、なんか、いや広いなと思って、うん、快適だよね、快適だなと思いました。まあ、もう今の車ってよくできてる、日本の車よくできてる。いや、レジェンドはいいよ。いや、ホンダの車はいいですよ、うん、これなくなっちゃうのはもう ないからね、もう、うん、そうなんだよね。あれももうないでしょ、 NSX も、うん、NSX もないし、あの NSX の後継車って出ないんですか。出ないんじゃないですか、うん、出てももうそれこそ EV ですよね、うん、次は。そうだね、もうエンジンじゃないよね、ホンダエンジン作らないもんね、もうね、うん、そうですよね、うん、ホンダでしたっけ、ソニーと組んでるの。そうです、そうそうそう。あれ何やるんですか、あれ。電気自動車出したよね。電気自動車ですね、発表したよね。何やるのかな。自動車メーカーのあり方がどんどん変わっていくだろう ね、やっぱりテスラってあったじゃないですか、はいはい、テスラってテスラが車を作るじゃなくて、あれロータ、一番最初ロータスが、あのロータス の、 あのスポーツカーにテスラの EV 乗せたんですよ、だから、うん、ってことは昔は電気屋さんっていうのは自動車屋さんの下請けじゃないですか、うんうんうん、そうですね、でもあのテスラとロータスの関係って逆で、うん、電気屋さんの下請けが自動車屋さんになっちゃったんだよね。力関係で、なるほどな。だからこれからだから、だってなりますよね、東芝だって日立だってどこだってみんなあるわけじゃないですか、うん、いろんなところが車作れちゃうってことですよね、うん、まあ、中国なんかそうですよね、うんうんうん、だから自動車業界の形が変わっていくっていうのはもう間違いないんだろうなと思って、うん、あとですね、すごい普通のレシプルエンジンを作っていた職人さんとかが仕事なくなっちゃいますよね、うん、なくなっちゃう、本当になくなっちゃう。そうだよね、だってエンジンの代わりにモーターになっちゃうんだもんね、これからは、うん、だってさ、モーターとさ、バッテリーとさ、コントローラーがあれば車できちゃうんだもん、うんうん、まあ、そんなに簡単じゃないだろうけど、エンジンの車の部品点数の半分とかするよ。そうですね、モーターだもんね、うん、だから部品メーカーがね、だって困っちゃいますよね。困っちゃいますよ。いや、だってラジコンのでかいのだからね、うん、電気自動車って。ちょっとアクセルグッと、グッとアクセル、一回。おお、あ、でも本
本当ね、オービス大丈夫、あそこオービスですね、うん、オービスで光ったら喋んなんないよね、これ大爆笑ですよ、これで引っかかったら、うん、めっちゃ笑う、本当だよ、このメンバーで引っかかってたこれそうですよね、これテリーさんにあのスポーツクラブに行って言われてアグリにはめられたアクセル埋めって言ったら、そうそう、俺逮捕するんだったらアグリさんを逮捕しようって、もう俺は無実だって言われた通りやっただけだって、まあでもアグリさんって佐治にはどれ行ってんの、行くときは2、3日休みのときは行ってます、本当来てください、コンコンとしてください、月に何回ぐらい行ってる、行くときは結構行ってるし、行かないときはもう1ヶ月、1ヶ月半行かないときもあるし、もう崖にへわりついた家だから、でもあそこいいでしょ、景色はいいですね、最高ですね、全部見えますね、見晴らしいよね、大島、伊豆半島、江ノ島、富士山、全部見えます、あれはいいですよね、夕日の富士山、あ、そう、夕日の、もう、あんた女連れてきちゃダメだからねとかって言われてる、あ、でも言われてますよ、だって連れてってるじゃん、連れてってないじゃん、これ映っちゃってじゃないですかあんまりいいとこ連れていかないわけがないよな、いやいや、あんたね、これは家だからねって、うん、ホテルじゃないよ、ホテルじゃないのよ、うん、その遊ぶとこじゃなくて家なんだから、うん、家に女連れ込んだらとんでもないことなんですよ、やれる、やれる、それはそうだ、奥様素敵、うん、それはそうだ、まあ、じゃああんたがいる時にって、いいじゃんね、来るまでは頭の中夢いっぱい広がってたのが全くだ、チーンですよ、まあそんなもんなんだよな、人生はそんなもんよ、いやいいわレジェンド、最高ですよ、楽しかった、いや本当思った以上にいいな、いいよね、うん、乗りやすいですよね、もうすごくいい、うん、このハイブリッドはいい、さあ乗り心地最高でしたね、びっくりしました、ね、まあ大人が乗るセダンだよ、なんかもうスポーティーセダンって感じ、いや正直言ってレジェンドこんなにいいと思わなかった、うん、僕もずっと言ってるんだけどね、うん、もう本当にいいと思います僕、うん、だから俺多分今日ねこれテレビを見てる方の中で、うん、あレジェンドいいだというふうに思った方いらっしゃると思う、結構いらっしゃると思う、でも新車で買えないから、うん、中古中古でね、うん、おそらくこういう乗る人ってそんなにみんな荒く乗ってないから、うんうんうん、意外とね、ジェントルマンみたいな走りしてるから、うんうん、意外といい、うんうん、なんかそれこそ値段もリーズナブルで購入できるんじゃないかな、そうですね、そうですね、セカンドハンドは狙い目かもしれないですね、ですね、うんうん、さあ、今回はアグリさんがゲストということで来ていただきましたけれども、うん、いかがでしたか、あのアグリさんにはね、来週も来てもらいます毎週ね、毎週来てもらいたいいいですね、いいでしょ、いいですね、楽しいじゃないですか、それもうだって、ね、来ないとまたふらふらどっかでね悪いことしてるんですから、だってどうせ直前まで飲んでるんだったらもうそのまま来たらいいじゃないですかね、またぜひ来てください、ね、はい、ありがとうございました、また呼んでください今回でね、はい、吉武さんがこの番組からね、卒業、そうなんです、寂しすぎるじゃない、もうそう言っていただけて嬉しいです、いや俺本当に知らなくて、うん、俺 4,5 日前かな、いや俺今日聞いたえぇ、ー、みたいな、そうだよね、うん、だよね、でしょ、よどうでしたこの1年間、いやだから本当ごめんなさい、私本当に車の知識もないし、うん、だからいいの地上波は、そうなんですよ、けどそうだよね、あのね CS とかだとやっぱマニアックな話でいいんだけど、やっぱ地上波はあんまりマニアックになっちゃうとやっぱ視聴者がついてこない、うん、で その分良かったの本当ですか、ありがとうございます、ね、すごく俺もそう思って、ね、とはいえすごいマニアックな話してるなって毎回思ってました、いやいやでもだいぶマニアックだぞ今回もと思いながら、そこで吉武さんが突っ込んでくれるから視聴者も分かるのそうで、まあでもあれですよね、またちょくちょく来てもらいたいな、うん、ぜひぜひぜひ今度ゲストに呼べばいい、そうだよ、ぜひ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 ありがとうございました、こちらこそです、うん、本当にありがとうございました、カメラに向かってお願いします、はいはい、最後に一言、うん、本当にこういう番組に携わさせていただきまして本当にありがとうございました、いつかこの番組で車を買う買うと言って結局買いませんでした、いつか買おうとまた思っていますありがとうございました
ね、いいよね。ね。まあ笑顔でね。カウカウ詐欺。ありがとうございました。ありがとうございました。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。